こんにちはヨガ講師のめぐみでですとということでヨガの基本のポーズにフォーカスしていくシリーズ第2弾今回はツリーポーズ木のポーズにフォーカスしていきたいと思います木のポーズはとても代表的なバランスポーズです片足バランスになりますまずこうどんなポーズっていう人のために見本を見せたいと思いますこう立った状態から 片足を反対の足に置いて、でこう両手胸の前で安定したら上に伸びていきます。最終形はこんなポーズです。で、今日はこの吊り木のポーズをこうやっていくためのコツ、押さえておきたいコツやアレンジ法をご紹介したいと思います。まずポイント一つ目、足の使い方。 しっかり軸足は内側重心意識していきますこれ片足を上げていった時にこうどうしても私たち外側外側に流れやすいですこの体重が小指側にこう流れてしまうのでそれをしっかりとこう軸足今私の場合だとこっちの左足ですね親指の母指球親指の付け根でグッとマットを押す意識でしっかりこの インナーマッスル内側を働かせていきます。で、同時にこの上げてる方の足はしっかり内ももをぐっと蹴りながらこの膝も開いていきます。よくこう閉じやすいので、ちょっと外開くのを意識しながら、この内側のライン開いていきます。そうで、この2つの力がこの内側重心こっち押す力が合わさってこう真ん中で合わさってこうバランスが取れます。 でそのままぐーっと上にその力を引き上げていくような意識でこう足はしっかりと力強く使っていきますポイント2つ目こう今ね下半身を整えたら今度このお腹なんですけどお腹は軽く締めますどんなヨガのポーズでもこうお腹の使い方こう大事なんですけどおへそを軽くキュッと 背骨の方に引き込む意識。こう、何気なく立っていると、ベロンってなりがちなので。ぐっとおへそを背骨の方に近づけて。肋骨の下側を、ちょっと下げていく意識を持ちます。そう、よく言われるのが、このベロンってなっているのを。肋骨の下を下げて、この後ろ側を少し引き上げて。いくそうすると。このお腹側と背中側が均等に伸びた状態になって。五上半身がね、すっと綺麗に。 立っていきますなのでこうツリーもポーズに入った時両手合わせてこう最終的に腕を上げていく中でベロンと出やすいんですけどお腹軽く締めてくださいおへそをキューと背骨に引いてこう体の前面と背面が均等に伸びた状態を意識していきますポイント3つ目3つ目はこう上半身こう肩回りです。 こう手を上げていくとどうしてもキュッと肩すすくみがちですこう、ね、激しく言うとグーってなっちゃうので肩を両手を上げても肩はストンと下げていきます。そうヨガではこう両手上に上げた時もこう肩すくめず肩甲骨をお尻の方に引き下げてこう肩と耳の間にいつもスペースを保っていってください。で特ににに両手を上に上げた時に 小指側を軽く後ろに向ける意識を持つと、こう首が楽になります。なので、このポーズもツリーは最終的に手は高く上がっていくので、少し小指側を後ろに見せる意識を持っていくと、こう首が楽になります。では今、今ざっとね、こうポイント3つ見ていきました。次はちょっとアレンジ法をお伝えしたいと思います。まず足のポジションです。 今、私はこう内ももに足を置くパターンで見せていきましたが、初めてやるっていう人初心者の方、いきなりここちょっと難しかったりします。なので、まずはこう足首、つま先がこう床についたところでホールドしていって構いません。両足で床を踏みながらこうしっかり軸足内側重心意識して。あとはね。いつもと同じです。両手が胸の前。 で、安定したら上に伸びて。いくでここに慣れてきたら、今度は足を脛に置きます。で、また同じようにここでバランスを取る練習。で、よくね。膝置きがちなんですけど、膝はこう関節ですね。横から押すとちょっとあまり良くないところなので、膝は避けてください。人によってはね。なんかここちょうど止まりやすいっていう人いるかもしれないんだけど、膝は避けて足首かすね。 行ける人はこう内もも。で、もう一つこう。鼠径部に置くっていうやり方もあります。このままこう膝を曲げて、ここにあの足を置いていく。これ、一番膝とかちょっと足首とか刺激が入っていくので、もうこの辺がね。十分こう。柔らかくってこれだけ深く曲げても大丈夫。っていう人はこの鼠径部に置いていくっていうやり方だと。 この反対の足の鼠径部も刺激していけるので。まあ、いろいろこう一番負荷は高いかなと思います。で、アレンジ二つ目。二つ目は、ちょっと難易度が上がるんですけど。木のポーズを取った後に側屈を入れていく。サイドベンドを入れていくっていうポーズになります。揺れる木のポーズと言います。また、さっきのように、片足立ちの状態から。 両手をチンムドラ親指と人差し指でこう輪っかを作りますでこう曲げた方の側と同じ手あ手をこう足の上うでこっちの手が天井の方鼻から吸って吐いてこう足に向かって倒れていくそう軽くサイドベンド入っていきますよりこうちょっとねバランス取るのが難しくなりますなので揺れの中でまたこう真ん中探し続ける そうで真ん中戻ってきます。そう、これが揺れる木のポーズという、ちょっと難易度の上がったアレンジになります。で、今まで見てきたように、えー、ツリーポーズ片足立ちの木のポーズはまあ、このね。1本足でこうバランスをとっていくポーズになるんですけれども、大切なのは力で固めないことです。筋肉をガチッと固めて。 もう絶対ここでホールドしてやるっていう意識じゃなくって揺れていいです崩れていいです何度でもこう崩れていいですでその揺れの中で自分の真ん中を探し続けてくださいその探すっていう作業の中ですごくこう下半身足こう脚力つきますこの揺れの中でこう微細なねこう筋肉いろいろ使いながらこうバランスを保っていく中ですごく足鍛えられるので あのレッグラインきれいになりますしあと最終的にこうぐっと上に伸びていくことでかなりこうで普段私たちこう,こう外にね激しく言うとこう重心流れやすいんですけどさっき言ったようにぐっと内側内側意識することでお脚気味の人とかもちょっとねこうレッグラインがきれいに整ったりとかあとやっぱり内側こうコア 私たち衰えやすいこの内側しっかりこう何よりその揺れの中でバランスを取り続けるってやっぱりすごく精神的メンタルへの影響が大きいなと思うんですがヨガのポーズって、まあ、どういうポーズであってもその中でこう自分のバランスが取れる場所を見つけていく快適にとどまれる場所を探していくことです。このツリーポーポズは まあ、とても分かりやすいこうバランスポーズなのでもう呼,吸す呼吸するだけでもこう揺れちゃうようななんかそういう繊細さの中でその中でこう自分のバランス真ん中を探し続けていくっていうことを意識してみてくださいはいそれでは最後一緒にやっていきましょうじゃあ親指を揃えて軽くかかとを離してそう足裏ふわっと広く。 両手が体側さあここから少しずつ重心を左足に移して右足軽くなったら足首かすね足の付け根いずれかに置いていきましょう。自分のペースで安定したら両手が胸の前自分のペースで上に上がっていきます。 おへそを縦に長くゆったり呼吸でお顔を柔らかくでは両手を胸の前に下ろして手足をほどいてたださなに戻っていきますブラブラっと手足を揺らして じゃあね、反対側もやっていきましょう。親指揃えてかかとを少し離して。両手が体側今度は少しずつ重心を右足に移して、左足軽くなったら足首かすね。足の付け根いずれかに置いていきます。自分のペースで両手が胸の前。ご自分のペースで上がっていきます。 そう軽くおへそを背骨の方に引いてしっかり土台が安定してから先に進んでください無理に両手上げなくても大丈夫です胸の前にとどめて下半身に集中してても大丈夫です胸肩広くもう一呼吸 オッケーそしたら両手胸の前手足をほどいてただあさナちょっとブラブラッと揺らしていきましょういかがだったでしょうかこう慣れなくてまだこう空間のお部屋の真ん中とかでやるのがこうグラグラして怖いっていう人はこう壁とかにこう手を置いてやってもいいです。こう壁をを使いいながらちょっと腰とかに、ね、反対の手を置いて でここでこう内側重心内側重心ってこう意識するとこう慣れやすいかなと思いますこう基本的なヨガのポーズ代表的なポーズでもあるので是非片足立ちの木のポーズをマスターしてこのバランスポーズの楽しさこうメンタルへのいい影響を実感してみてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ